さあ、第6戦目キャラクターはたかし学生だ。さあ行きましょう。6戦目5戦5敗勝たなければ。お、相手はサスケの覚醒型。うん、あ、そうか、先ほどと同じ方ですもんね。リベンジマッチ。さあ勝たなければ勝たねばなりませんよ。さあスタート。あ、黙ってますか。さあこちらカカシですよ。大切り、おお、とと危ない。大切り、おお、うまい、当て身。きた、当て身だ。いいですね、コンボだいぶ削った。さあ、いいスタートですね。危ない、遠距離だ。お、投げ。さあ、マテラスの2段ジャンプで避ける。フェイントだ。ライキリ、いいですね。危ない、アマテラスカードで消しましたね。アマテラスが、おお、覚醒するか。ライキリ、危ない、か、おお、危ない、アマテラス。あーおっと、カムイ、外れた。わー、わー、飛びした横飛びした。さあ、ちょっとまた来攻め始めてるか。ちょっと硬直状態ですね。あーっと、手身に当たっちゃった。さあ、ちょっと誘われたか。さあ、相手のコンボ、おーっと、危ない、よかったよかった、途中で終わった。さあ、わー、まただ読まれてる。キャプラダッシュを狙われますね。さあ、手に気をつけないと。さあ、残りライフがちょっとずつ減ってきてる。さあ、カムイ、あ、当たった、ナイスです。さあ、覚醒してる。あ、危ない、後ろから。おー、ガードベルトアタック、いいですよ。さあ、ちょっとサメを作ってから、あーっと、抜けられた。残り 10カウントでしょ。影武に信頼切り、あーっと寒い。さあ、残り4カウント、ライフ的には負けてるぞ。あー、時間切れ。さあ、負けてしまった。お互い覚醒もせずに、ね、覚醒する暇も与えない感じでしたね。いやー、結構いい戦いだったんですけど、負けてしまった。